作新製剤の外観。画像は2%注射液スキサメトニウムとは、筋子管薬の一つ。4級アンモニウム化合物の一つで、医薬品としては塩化物の塩化スキサメトニウムとして、市販されている。作新イルコリンの名でも知られる、ツボクラリンの構造をヒントに開発された。日本での商品名は、作新だったが、名称取り違いによる、 翻訳品のご投薬事故があったため、事故後の2009年に、スキサメトニウムと改められた。海外では、アネクチン、クエリシンの商品名で市販されている。神経素自設合部における、筋肉終盤のニコチン受容体をアセチルコリンと同様に活性化することにより、脱分極を起こす。ただし、アセチルコリンと違い、コリンエステラーゼにより分解されるのが遅いために、 脱分局が持続し、NA チャンネルが不活性化状態となり、活動電位が発生しなくなる。コリンエステラーゼ阻害剤はコリンエステラーゼによる、スキサメトニウムの分解を抑制するため、この薬剤との併用では、薬剤の効果時間は、より長くなる。人工呼吸や気管内相関を容易にするため、麻酔前投予約として使用される。 精神科の電気経連療法の筋主管にも使われる。動物用医薬品としても利用されているが、捨てられた動物の殺処分のために処方されることがある。強心肺当体との併用で不整脈を起こす可能性がある。目内圧更新作用を有するため、緑内障患者への使用は禁忌。また、悪性高熱の原因の一つと目されているため、 近年では麻酔加臨症において使用される頻度は減っている。かつてスキサメトニウムの商品名であったサクシンはヒドロコルチゾンのサクシゾンと名称がよく似ているため2008年に徳島県の健康保険ナルト病院でサクシゾンと間違えサクシンのご投与がなされ患者が死亡するという事故が起きた。この事故を受けての厚生労働省の対策指示により 翌2009年に製造元のアステラス製薬は商品名、作新注射液をスキサメトニウム中に変更した。ありがとうございます。